それはカレーです。これの匂いだったんだ。手持ちでやっていきたいと思います。キューピットくまちゃん、ありがとうございます。ハロー。桜の花びらありがとうございます。よしって言ってた？結婚して、お断りです。やんやん、このお疲れ様、ありがとうございます。ようこそ。みやす、みやす。桜の花びらありがとうございます。聞いた、アスミンがキャプテン、聞いた、アスミちゃんがキャプテンになってた。びっくりしてさ、なんか嘘かと思って最初。さママから LINE 来てて本当なんだと思ってちょっとおめでたすぎる。桜の花びらありがとう。お久しぶりです。無事戻ってきてくれて嬉しいよ。桜の花びら桜食団子かわいい、ありがとうございます。うわレナあげていいよって言いたい。桜の花びらありがとうございます。 MC 最高です。本当ですか、ありがとうございます。ハートありがとうございます。三色団子ありがとうございます。そくるみさんの、え、あ、待って待って、ココハってさ、X 別にあげれる？10時以降。うん。じゃあいいか。後であげます。何あげるの？え、今日の。なんで？ありがとうございましたって。結婚して、お断りです。桜の花びらありがとうございます。3月分のあれを出せず、その、そのまんま、のまま、終える。お、明日。待ってます。毎月の楽しみ。ティーンズね、そう今日までですね。ココハちゃんです。ココハちゃんです。声お力ありがとう。アンテナ優勝ありがとう。だから優勝報告したの気づいた優勝報告したんだけど可愛い、ありがとうございます。そう影穴でした今日ね。いい声だった。マジ？うん。ココハはねキャプテンじゃないのよI really like you ココハちゃん Thank you ハートありがとうございます。あ、気づいた、よかった。いい声でした、ありがとうございます。え、そうなんです、あの今日ね私 ST48 さん大好きなんですけどのキャプテンの今村美月さんの卒業コンサートがねあったんですよ。それでなんと明日から昇格する、だから今日まで多分緊急生の 2.5 期生の岡田あずみちゃんがあのお友達なんです。お友達っていうか先輩なんですけど、キャプテンになっててびっくりして、なんか今日までね研究生なんですよあずみちゃんで明日からね正規メンバーなんですよ。そしたらキャプテンになっててびっくりしました。なんかすごいなと思った。やっぱ私の周りにはすごい人しかいないからね。サラとか、あ、そうだねそうだね。ダブルミス反則。 MC 良い、キミちゃんかと思った。影穴ですか、嬉しい。音出てなかった。明日エスコ公演です。明日公演行きます、待ってます。結婚してあごたりです。ぜひ DMM って影穴聞けないんだっけ。聞ける、アーカイブでも。うん、パッパッパー、パパッパー、ヨッフィー、ヨッフィー、ヨッフィー。いやここあるキャプテンとかわかんないけどね。岡田あずみちゃんキャプテンおめでとうございます。もういや、そういうこと、そういうこと、こっちで言うとそういう感じです。私もすごい、ありがとう、しっかり塗って、そう、それを伝えたかった。桜の花びらありがとうございます。大好きです。ココハは大好きです。まだ見てないんだけど、見てるのから楽しみ。慌ててなるねう、なるにう、なるねう、なるねう。こんばんは。影穴アーカイブ聞けないって。え、じゃあちょっともう残念です。シャラの記憶、残念です。初見ごめんありがとうございます。パンダに会ってきた、いいな、でかいパンダ。おいしません。最善トロミチコッコ。青く晴れた空に霧雨が降るように、笑顔と裏腹。なんかね X で見たんだけどさ、ココハもココさんに好きって言われたいよ。
バイチャラポー結婚してアクタです。劇場めちゃくちゃ暑かって今日私ずっと半袖だったんですけど、びっくりでした。暑くてアーカイブ見てください。ぜひ三色団子ありがとうございます。影穴再現できないよ。前髪ねもう崩れてるよ。今日からお、よかった。散歩ナイス。暑いよね。大好きすぎる。ありがとう。電車待ちでラーメン食べそう。今日は最善ありがとう。最善ありがとう。外もめちゃめちゃ暑かった。三色団子めっちゃたくさんありがとう。お母ちゃんのダジャレで涼しくない。よかった。それは夜寒い。でも今暑いけどね。幸せでした。お、やった。熱気溢れてるよ。姉ちゃん、お、明日。東京28度。やった、明日への楽しみ。ぜひ思いくれでも姉ちゃんって呼んでください。俺の心も熱い。ココハの心も熱いよ。キャプテンね、岡田あずみちゃんになったそうですよ。初見です。ありがとう。リオ、リオの仲間さん。ありがとう。たくさん。今日は楽しく、あ、頑張ってください。ねえ、ありがとうね。お見送りでもお話できて嬉しかったです。明日はキミちゃん祭。ひなこちさんですか。ありがとう。そう、明日はアイス公演です。お、コメントが読めましたよ。あ、ちょっと待ってよ。ちょっと何かおしゃれ、コメントね。6時チャレンジ、6時チャレンジいいよ。頑張って見つけるわ。じゃあ今日最善でココハちゃんにする。本当においでって言っといて制服の目全然当たらない。でも今日はね、久々の土日っていうか、あのお休みの日だったので、劇場公演入ってほしいです。待ってます。もう、あ、お酒。先輩の急なプレッシャーそう、くるみさんからのね。いやでも可愛かったのでエイプリルフールのネタ考えてない。嘘とかつけない。好感度狙ってきた。急に嘘とかつけなくてプラカード、お、楽しみ。初見コメントありがとうございます。一番後ろめっちゃ見えてたよ。ココミンのお手紙欲しかった。残念。今日はなんか水色のサイリウムを持った人でしたね。ココミンの手紙が当たった人、ね、あれどっち。え、そうなの、どっちなんだろう。なんか掲げてたのは1本だったけどさ。え、そう、なんかさ、下にもさ水色っぽいの見えたくない。わかんない。ココハはさ、もう体格だからさ、もう掲げた水色しか見えてなかったけどどっちなんだろう。正規と、おお、楽しかったならめっちゃ嬉しい。カレーを食べてお疲れ。え、やん、めこのお疲れ様くんだ。おつ、ありがとくんないよ。ありがとくんないよ。わかんない、キヨコさんファンかサータンファンかちょっとわかんないですG、 そう、 G1 です。てかさ、私のさ、もうさ、一番大好きで一番尊敬している西野七瀬さんが結婚した。それをさ、ココハはさ、通知入れてるからさ、もう1分前とかのやつでさ知って、でもめっちゃ「おい、なちゃん結婚したんだけど」みたいな叫んだんですけど、まあ、なんか誰も大きな反応はしてくれず、一人で喜んでました。私の結婚おめでとうこんだよ。ありがとうこないよ。そう、なちゃんは私の一番尊敬してるアイドルさんなんですけど、そのアイドルのね、なーちゃん一番尊敬してるの嬉しいです。ね、わかる、嬉しいよね。おめでたい、おめでたいです、うん、こんばんは、こんばんは。何もありがとう。私嫁に行きません。飛んだ勘違い。ちょっと辛いな。こんばんは。豪快じゃ。結婚して
危ないです。私は結婚しません。結婚して危ないです。私は結婚しません。テレテテレ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 狼とプライドやりたかったな。いつかできる。いつかできるなら今日できるだね。いつかできる。チャンスと思ったら。うん。すごい楽しそう。うん、楽しそうな声が聞こえてくるだ。え、中井梨花さんも結婚するの、知らなかったんだけど。3月終わりです。え、ありがとう。そう、君が心をくれたからの人です。そうなんだよね。お、女の子割となんて言うんだろう、とかもたくさんあるところをご一緒いただいてるので、食べる？ダメでした。結婚して青なりです。こんばんは。流れ星ありがとうございます。明日も応援楽しみです。S 楽しみ。ありがとうございます。ね、今年度皆さんありがとうございました。今年の4分の1終わった。早っ。こんばんは。テン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 、スナップエンド？え、スナックじゃないの？スナップエンドっていうの？え、違うの？え、スナップエンドっていうの？え、スナップかと思った。スナックエンドじゃないの？え、スナップエンドじゃないの？ちょっと言って、ちょっと見せてください。これはスナップエンドですよね。スナックエンドじゃないの？スナップだよ、絶対。え、そうどっちでもいいんじゃない？結婚って無期条件でおめでとうね。おめでとうね。何年前かちょっと分かんないけどおめでとうね。出会いの年度が終わる。どっちも言うって、ありがとうだ。どっちも言うって。今年度ココハタ見に来た。あ、サヤエンド。え、サヤエンドは違うよね、うん、もうちょっと薄っぺらいやつだよ、うん、みんな。そりゃ違うよ。ちょっとちょっと違うよ。サヤエンドはちょっとなんか薄いやつだから。スナックじゃったらお菓子みたいだって。うん、スナック派もいる。え、スナップだよね。どっちもいる。スナップエンドウだよね。解明してください、誰か。野菜はスナップだって。イエーイ。スナップでーす。じゃ調子いいんですよ、ココアちゃん。何が？調子良くて、なんか今日。すごい調子いいの。今日元気だった。うん。すごい。今日元気なかった。今日元気でした。スナップです。なんかお菓子です。は、沖さんもあげてるやんね。セーフドメ公園ね、ぜひ入ってくださいませ。いらっしゃいませ。次は4日ですかね。お願いします。お願いします。スナップエンドウです。元気ないよ、もう疲れちゃったよ今日。今日メイク爆速だった。マジ15分ぐらい。それで完成されるお顔がいいね。15分もかかってないワンちゃん。昨日のメールの返信見た。毎日多分メールって。え、本当に嬉しい。じゃあここは共に歩んでいこうよ。それまで待ってるの。しかも早く見たくてメールの返信もう常に更新して、もう。え、はい、この間メールの返信更新されるタイミングに出会いました。何時何分だった？いや、かんない忘れたけど、でもしたら急に一覧に戻ったら急にもうなんか、うん、真っ白になって、え、壊れた、壊れたとかじゃないけど、うん、なんか、え、もう見れなくなったと思って更新したら新しいのがブワって。待って、何時何分かが大事やん。ちょっと分からん。もうでも24時に見ると大体スナップチーノじゃん。スナップチーノ、クジラッキン、ありがとう。責任取るよ。そんなことないよ。え、そうそう、日によるのは日によるんだよね。そりゃそうなんだけど、更新はそのココアちゃん見に来てください。72日行ってました。ありがとうございます。スパゲッティをさ、うまく食べるのって難しくない？じゃあ隠れて食べてもいいんです。
会いたくなって会いたくなって、うん、豆豆ありがとう、いいねいいね、かぶれるよ。今日の私の T シャツこれでも24時にも更新、24時に更新されて、で朝見ると3時ぐらいに返した人の返信も見れるんですよ。だからちょっと不定期達成しちゃった今年、お楽しみ、仲良くなれたもんね、楽しみ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 、何が楽しみなんだっけ。エリンギだ、エリンギ大好き、うんうん、ゴジェラスじゃないよ。明日公園行きます、待ってます、ハートありがとうございます。え、これパスタなわけじゃない、え、パスタじゃないの、おまけのパスタなんだ、え、おまけ、おまけでかあ、そういうこと、うん、だって明らかにご飯さ、多いなって言ってパスタ少ない、いつも確かにT シャツアピールな、なーそうじゃないよ、これは私の推しメンの T シャツだから見せたんだよ、うん、そう、ピーポン、ほら、ゆい小林、悲しい、グラジュエーションコンサーツでこれからのよろしく、エソでモブメ撮ってくれてるんだよ、そう、なんかセクシーやって、そんなこと言わないで、桜の花びらありがとうございます、スクショしてます、開花宣言出たの知らなかった、え、このハート流行ったよね、しかもさ、こうじゃなくてさ、こうやってやる人いなかった、いるよね、待って、今ちょっとさ、このハート流行ったよね、忘れかけてた、このハートのこと、だるまさん、ありがとうございます、私ですか、いえいえ、全然そんな節はない、明日行くね、待ってます、お酒美味しいです、よかった、デザイン可愛いよね、まあそのぐらいの方が、わかんない、ココハも、ね、ココハのサイリーも振ってくれる方が来るのかわからないよ、マネキン、牛すじ、これ牛すじ煮込みみたいじゃないか、牛すじ、広島の桜餅は薄く伸ばして焼かない方です、絶好調やん、焼かない方、指つりそうになる、あ、そっちです、そっちの桜餅だいーす、花見、あ、そうなんだ、手つりそう、酔ってる酔ってる酔ってる、呼ぶ咲き、ねえ見たよ、あずみにごちそうになろう、キャプテンになったからってやばすぎ、あずみちゃんキャプテン就任おめでとうっていうのを誰かが切り抜いてアップして、みんなはそのコメント欄におめでとうっていう言葉をあのコメントして、あずみちゃんに送ろうこんばんは、あ、さっきまで一緒なの、もう離脱したの、ここに一人、あ、ありがとう、テレビで広島やってた、何やってた、満開が4月3日ぐらい、もうすぐだ、え、牛すじ煮込みも美味しい、桜今日散歩した時はオスと一緒で、あら、これからそうね、ご飯もじゃあまだまだこれからなので、今の桜ぐらいかもしれないわ、寝落ち、メールめっちゃ送っちゃうんだって、付き添い、つぼみ、つぼみ組です、自称触れないけど、自称メガネ星ありがとうございます、初見で、あ、でも5年後に昇格すれば、
3年後。あと、ありがとう。じゃ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 、ありがとう。テレ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 、炊飯器で確認作ったって。確認食べた。ね、全然わかる。確認食べたい。確認、確認。桜、桜、十二期ちゃんたちでお花見計画とかしてないよ。そうしてないけど。する。する。言われちゃったから、する。するするする。お花見ね。成り行き街道旅。おへー。いいね。広島。コハタンとマリンさんのつぼみ劇場で、今年度、ちょっと今年度マジ。でも何を頑張ったらさ、あの何ね、できるかっていうのもちょっと明確なあれがないじゃん。だから頑張りますとも言えない。おぞーす、おぞーす。それは何、ありがとう。いつもの私を知ってる方。知らないのに絶好調とか言わないで。え、知らないんじゃない。やばすぎ。来年度でした。え、違う、来年度でもね、あのわかんない。だってユニットはさ、研究生できないからさ、ちょっとね、しかもなんか明確なあれがあるわけじゃないからさ、頑張りますとも言えないのよね。同期と食べに行っても、でも食べたかったら食べるよ。コンサート、あ、なるほどね。なんかさ、あなたの名前をさ2連続さ言って4文字で呼んでもいい？急な。ハートありがとうございます。目線だけ前よ。困らせてすまん。いいよ、やりたいんだよね。でもやりたいよ。読み方そうやって読んでもいいかな。ライチゴミルク飲みたい。あるの？ない。あ、ないんだ。毎日買って帰っちゃう。だからここはそれがカフェラテ。たまにライチゴミルクないんだよね。売り切れてる最近。カフェオレにハマってた時、あのカフェオーレが飲みたいののカフェオレにハマってた時は止まりなくて、うん、そう、ワイだよ、ワイ、そう、ワイ。でもカフェラテは結構いつでもある。長、アパラチーノって呼ぼうかな。言っちゃダメか。でも今違うからいいか。急に叫びたくなることってあるよね。あるよ。スケイン、あったらいいよね。あ、お好き。あ、やった、ありがとう。飲まない方がいいんじゃないって。体に良くなさそうって。プロレスのミニラ、マジ。お母ちゃん毎日もカフェラテかも。でもきっと君が好きだと叫びたい。叫びたくなることはあります。パン屋でバイトしてたの、いいな。ココアはジルの香水じゃない。昨日塩パン食べた。どうにもいる。どういうこと。髪型言う。なんかさ、マリンさん髪さ、あのちょっとウェーブにしてるのが好き。なんかこう編み込んでたり、この何エビフライっていうんだっけにしてるとかは結構何でも好きなんですけど、あのウェーブこうにしてるのがね好きです。二重切る、ありがとうね。え、かわいいパジャマありがとう。パジャマーでドライブ。あ、まさにそれ、やったー。妹がパン屋でバイトしてた頃、毎日持ち帰るすもんだから10人になってね。あー、やっぱ食べ過ぎるとあれなんだね。私のカワウソちゃん結婚してた。私の大好きなカワウソちゃんが結婚してた。ありがとう。
塩パン大好き。でも昨日食べた塩パンはなんか、まあ、塩パンってなんかカリカリな部分が好きなんですけど、なんかカリカリの部分があんまりなくて、あらあらっていう感じ。パジャドラ公演は踊れない。パジャマドライブはサータンは踊れます。私は踊れません。こんばんは。ふわ55分だ。壇上ゆまなちゃん、一回冷えたの。そうなんだ。か、なんか焼きたてじゃなかったらそのまま食べちゃう温めずに。こんばんは。試験コメントありがとうございます。クロワッサンも美味しいよね。壇上読んでいきます。はい。13位サータン、12位サータン、11位違うと思います。普通に違うと思います。え、出社前にお昼のパン買ってる。足はもちわー、わかる。1個は食べちゃうよね。わかる。一回冷え、あーなるほど。え、違うと思う。そのサータンっていないよ。違うと思う。普通に違うと思う。なんでよ、サータンで本当に。え、そのいないから見て、ほら、それはサータンのアバターの人ね。サータンではない。だるいよそれ、そういうの。ね、バリサータンおるやんってね。言ってるやんみんな。頑張ってください。ありがとうございます。コメントは二段弁当です。すぐ言う、そういうこと。そういうことすぐ言うからね。二段弁当。その仕事やば。寝てね。寝てね。しっかりコスモ持ってます。今日もね、楽しかったですよ。何が楽しかった？共演。共演？公演。今日の公演を共演って言うんだ。うん。そういう人もいる。え、作業服だったんだ。ニコタンタ怒られますね。桜団子、違う、三色団子ありがとうございます。共演、共演楽しかったです。今日って何曜日？日。明日ブログじゃん。明後日ブログじゃん。待って、めっちゃ大変。もうブログ最近さ、本当にさ、毎回定型文すぎてさ、ちょっと良くない。本当に良くないなって分かってます。私は分かってるんですけども、定型文になってしまう。公演ありがとうございましたになってしまう。そこはね、モノマネ得意なんだよね。今日のモノマネ、今日習得したモノマネやるわ。さっきやったやつ、朝やったやつ。なんだっけ、吹奏楽部でなんか練習する、なんていうのあれ、こうやって練習する。マウスピース、マウスピースっていうの、うん、練習する時の、音が出始めた時のモノマネ。どう？上手？上手。音が出始めた時のモノマネでした。うん、そんな感じだった。後輩とかそんな感じだった。結構似てるんだよね。でしょ、結構似てる。結構ほんとモノマネとかできちゃって。流れ星ありがとうございます。え、分かるっしょ。え、上手っしょ。え、結構さ、その何、なんかみんなさ、笑ってるけどさ、ゆかちゃん調子いいね。誰が言ってんの？さっきか違う人が言ってるよ、ほら。これさ、今この人言ってるでしょ。さっきは普段の子か知らないでしょ。さっきはどこだ、溶けちゃった。いなくなった。綺麗、ありがとう。アマチュー。SJK の S 何って言って、え、教えてあげようか。サブジェクト、スーパーだよ。サブジェクトだよ。スーパーだよ。そうやったら、え、そう、めっちゃシェルだよ。サブジェクト、サバイバル、サバイバル JK じゃない。やっぱさ、2年生ってやっぱさ、挟まれてサバイバルやん。サバイバル JK だと思う、ね、敵が多いんだ。そう、そういうことか。あとはなんだろうな、
サイエンス。かっこいい。猫メイムマジ余裕。猫メイムのなんかモノマネはなんかうまくできたやつをキメイさんにボイスで送りました。やだそんな怖い。やだ結構前ね、結構前の話ね。やだ、結構前なのがやだ。結構上手にできたやつを送りました。しかもさ、なんかココアってちょっとさメンヘラチックだからさ、昨日さたまに来るよね。昨日さ品川いたじゃん、カミフレさんが。え、カミフレさん品川いたじゃん。でさ、でさ、なんかなんか寂しかったけどさ、今日一日同じ県に存在してなかったんですねって言ったら、うん、今帰ってるよって。優しい。それな、こんな面倒くさいのにさ、優しい。すごいわ。結構重めなんだよな。行きました、いいな。付き合っちゃってるよね、もう。ちょっと一方的に私が。でも相手してくれてるわけでしょ。いやいやかもしれないわ。もうそれはもう付き合ってるじゃない。重いって言われた。嘘でしょ。重いくらいがちょうどいいんだよ。あ、本当に、うん、ありがとう。ただ重い。鳥肌もって言われた。ただ重い人嫌い。やば、激重だったのに。なんかしかも今帰ってるよわらみたいな、もうなんかキュンとしちゃった。キュンとしすぎてもうなんかスタンプで返しちゃった。え、だから本当にね、お友達とかね、もう重い人はね。でも何、ココハは別に誰に対しても重いわけではない。くない？好きな人に重いんだね。だって別にさ、ね、同期に重くなくない？ちょっとココミンにはひどい時ある。マジ、うん、なんでなんでココアじゃないの。いやいや、ないわ。言ってるよ、言ってるんだけど。だからちょっと好きな人だけですね、ごめんなさい。なのでサーターには別に重くないので嫌われてませんっていう。ウィンウィン。そう、重い人嫌です、私。ウィンウィン。ココアちゃんにイメージ変わった。やばすぎ。どっちに変わったのって。で、待って、そろそろ終わりにします。おります。皆さん今日もありがとうございました。今年度ありがとうございました。明日から来年度、明日はよろしくお願いします。まあ、朝くらい、お昼くらいにやります。バイバーイ。さよなら。やば、申し訳ない。